はい、どうもおはようございます、ミスターです。本日もね、キャンディードリームから朝ちょっと出勤ということで、最近多いんですけど、朝7時もう過ぎてますね。8時にはなってないと思います。3月22日金曜日、そうですね、やっとちょっと通常モードになれるかなっていう気がしてきました。またね、今週末もちょっと、カープラットバスのお休みいただく予定なんですが、もうそうですね、昨日はね、役落としの関係でね、豊川稲荷の方に行ってきました。お払い通してもらってね、美味しいご飯もたくさんいただきました。関係者の皆さん、本当ありがとうございました。それでね、今日もこれね、ミスターのつぶやき元ブログってことで、まあなんかつぶやこうかなと、朝せっかくね、通勤時間、通勤っていうか今回の通勤時間は多分約1時間ぐらいあるんで、まあ10分ぐらい喋っていこうかなということで今撮ってますが、昨日の雨も上がってね、何か路面の状態は結構いいです。あと最近、グローリーパッカーズのコーチンさんとね、キャンディドリームのウボロちゃんと始めた、ドローンも、そうですね、なんとなく調子が分かってきたので、あとは確実に飛ばせる飛行エリアとね、まあ、自分の土地なら飛ばせると思うんですが、自分の土地以外で飛ばしたくなるので、やっぱし、タイミング合えばね、どっかちょっと出先で飛行エリアに行ってね、許可を取って一回、そうですね、許可を取ったりするのをちょっと一回紹介したいと思いますね。まあ取ったことないので何とも言えないですけど、とりあえず許可を取ってちゃんと合法的にね、ドローンを飛ばすっていうことですね。 200g 以下のドローンで許可が取れるかどうかもちょっと分かんないんですけど、ちょっとやってみるしかないですね。まあ、ドローンの需要がそんなあるかないかは分かんないですが、けど、うちの畑でやった時はね、すごく楽しかったですよ。ただ別に風景とかはね、変わり映えしないので、そこがポイントですが、もう10月なのでね、花見っていうのがあると思うんですが、花見ツーリングとまだ企画はしていません。詳しい日程もね、今決めれない状況にあるので、まあタイミングがあって花桜が咲けばちょっと見に行ったりとかっていうね、突発的なのはあるかもしれないですけど、一応、カープラットカスタムとしてはね、一応まだ予定は全く立っていません。まああとはね、残念ですね。結局もう今新たな新規の仕事は取ってないのであれなんですけど、まあ今受けている仕事をね、ここも早く終わらせるように努力して、で新たなねステージにちょっと行こうかなと思ってます。朝気持ちいいね、これ本当。メインのね、メインバイクじゃなくてサブのバイク持ってるならば、やっぱ朝バイク通勤とかもしかしたらかなりこれからの時期はもうすがすがしくていいですね。言い方すっぱなしや、すごい。たまにここの黄色のモンキーおじさんがいるんだよな、ボアップしたモンキーで並走してね、ちょっと恥ずかしいっていう人はいないですね。そう、ここ名古屋鉄道ありますね。さあ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 、まあ朝の渋滞、ちょっとチェーンの音が出始めとるね。これは燃費悪くなってしまうんで、チェーンに油ささないといけないですね。さあ今日は朝から、まずそうですね、昨日から始めてる掃除、あ、そうですね、またなんとも言えないですけど、一応掃除しながら、溶接の作業を進めたいと思います。
まあね、確実に予定がいろいろ変動したりとかいろいろあるのであれですけど、まあ今日はとりあえず溶接と片付け。じゃあ、かやくらとカスタム本日3月22日もよろしくお願いします。またねー。